三木城は、島国阿国群北林内三木に存在した、日本の城である。別名、三木城。現在は、尾瀬市立三木小学校になっている。物見であった南西の城山が、わずかに王子の面影を残す。紀伊新宮城主の堀内自然は、勢力拡大のため、三木城を攻め、城主の三木新八郎は、九鬼吉高の援軍を得て撃退していた。自然は一計を案じ。 吉高の娘を妻に迎えて、三木氏の孤立を図る。そのため、天正3年に、また自然が攻めてきた際には、久喜吉高は三木氏を支援せず、城は落城し、新八郎は大和国吉野軍の上北山村へ逃れたものの、自然の敗下により殺された。堀内自然は、少しの兵力を残して、新宮に帰ったが、それを狙って、木永島城主である。 加藤神五郎は、奥村氏を誘って、三木城を攻めようとし、在城した。これを知った、自然は天正4年に2000の兵力を率いて、幼稚をかけた。加藤の軍勢は、多数の死傷者を出しながらも何とか本拠である、木長島城に戻ったが、奥村氏の裏切りにより、さらに不利な状況となり、数ヶ月間戦った後、木長島城は消失し、神五郎は自陣した。 54歳であったと言われている。その後、三木城は三木新八郎の息子、三木貫禄が城主になった。追記当時、現在の大瀬市一帯は、島国に属す。桃山時代に、島国の東端を除く大半を、紀伊新宮城主の堀内自然と伊勢松ヶ島城主の織田信夫が、二坂峠を境として、それぞれが紀の国室軍と伊勢国渡来軍に編入した。 現地案内版の解説より、ありがとうございます。